えー、皆さんおはようございますに。2024年1月4日木曜日、朝の5時半を回りました。えー、立憲民主党の衆議院議員、原口和郎です。今日ちょっとまず海外のニュースからスタートしたいと思います、えー。ここに書いてあります通り、フロリダのインシュランスコミッショナーの方がですね、ステートメントを発表されています。とても大事なステートメントなんで、 えー、ちょっと画面に共有してお話をしたいと思います。で、YouTube だと危ない内容なんですが、でも、これニュースなんで、これを、あの、えー、バンする理由はないんだろうなと思います。で、どういうステーツメントかというとですね、これですね。えー、直接、この方ですね、えー、 ジョセフ・ A ・ラダポさん、MD、PhD って書いてありますね。この方ですね。ジョセフ・ A ・ラダポさんが、I'm calling for a halt the use of messenger, なんとかかんとか、COVID, なんとかかんとか、なんとかかんとかっていうことなんですね。これが言えないっていうことが、 恐ろしいことで、えーえー、これ、えー、YouTube ご覧の方はですね、えー、共有されてると思いますんで、えー、読んでみ、えー、見てください、えー。この新型のですね、あれに対するお注射をですね、えー、中止を求めたんだということなんですね。で それも記事に、えっ、ー、と、このジョセフさんが引用している記事がこれですね。フロリダ State Surgeon General calls for h e l t in the use of なんとかかんとかお注射ということなんですね。もう英語で聞いてる人も何だかわからないでしょこれだとね。まあ本当にこのどんだけ、あの、あ あれが制限されてるかっていうことですね。だけど、なんでこれ、このお正月の早い時期に言うかっていうと、やっぱり世界の動きが日本の中にちゃんと伝わってるかと思うんですよ。で、もう黙っとけという人までいて、もうとんでもない話で、えー、昨年の超過死亡の状況を見てもですね、危機的な状況ですね。コロナがあの終わったなんて言ってる人がいるけども、あの、 それはまた別の意味でですね、いろんなことが深刻化してるんだと思うんですね。ちょ,ちょっとこれを英訳っていうかあ、英訳じゃない、逆ですね。えー、フロリダ州の公衆衛生局長局の長官なんですね、この人、この方はですね、えー、例のお注射の使用中止を呼びかけたと。で、なんで使用中止 えー、長官ジョセフ・ A ・ラダポさんはですね、DNA 汚染を理由に、えー、このお注射の使用中止を求める声明を出しているわけですね。で、このことをぜひ、あの、私は大事な、大事な、世界がこういうのにどう向き合うかということで、例のパンデミック条約、そして IHR の改定についても、 えっと、年末でしたがあの、皆さんに、えー、メッセージを出しました。で、英文を読んでるとですね、あれは健康の話じゃなくて、えー、いかに自分たちが次の、まあ、プランデミックって言っていいでしょうね。プランデミック。で、を同じ時間にスコット・リッターさんがやってますね。 ここにも参加したいんですけど、ポストね。スコット、本当これ、本物のスコットリッターさん。それにしては、ああ、アースクスインスペクター EP216 ってえらい少ないですけどね。まあでも、あ,あの中身はですね、えっと、今度の今、今年の1月27日までにドラフトが出るはずなんですね。ところが、このドラフトについても、日本が提案してることだけが、 見えないって、えー、おっしゃってましたね。えー、それはおかしなことですよね。おかしなこと。で、おかしなことについては、ちゃんとおかしいと声を上げなきゃいけません。まあ、今も災害が真っただ中で。あの、ですから、一個一個、これ短くやっていきますけども、ぜひですね、ちょっと僕は、 喋れないことがあるんで、YouTube について、ここで止めますね。ごめんなさいね。止めないと、もうでも本当、ひどい話だと思うんですね。えっと、僕のどこにんだろう。YouTube の皆さん、すいませんが、これで止めていいですか何言ってるかわかんないでしょこれだと。えっと、海外の人もこれ、英語で喋ってたってわかんないですもんね。 えー、ちょっと共有の停止をして、そして、